おはようございます。おはようございます。スペシャルゲストですよ。お知り合いかもしれないですけれども、はい、女子高生でね初めてプロになって、もう高校は卒業したんですか？はい、もう3月にしました。はい、高校生だったんですよね。でした。だったんですよね。はい、で高校生のままプロとしてアメリカの LPGA に行ってきて、今年も、QT 受けて15位でしたっけ？16位、はい、で来年の参加権も得たというガチのアメリカで戦っている山口涼香プロでございます。で今日は一緒に回りながら、いろいろ教えてもらいましょうと。はい、アメリカの生活楽しかったですかとか、いや実は辛かったんですみたいな話とか聞きたいと思います。はいはい、であゆちゃん今日はその山口さんが今年から使うヨネックスの新しいクラブも、はい、ちょっと試しに使ってみながら、やっていきましょう。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、で今日は2020年開催予定の TOTO ジャパンクラシックの距離でやっていきます。高いな、球めちゃくちゃ上がる。飛ぶよね、勝つね。ね、はい、中学この高校かな、うん、中3とかそれすらも覚えてないっていう。高1より前だよね、絶対。絶対前、高校入る前ぐらいからの知り合いですね。はい、試合で。あ、試合で。はい、知り合いました。山口ってやつがいるらしいみたいな感じでいたんですか、あいちゃんは？いや、全然そんなじゃないですよ。山口涼香。当時からブイブイ言ってたんですか？ブイブイ、ブイブイ言ってたね。はい、わかんないですけど、存在感はあったんですか？ありますよ。あります、全然あります。はい、普通のレイディですよ。あって、もう気づいたらまさかの高校生でプロみたいな、はい、もう騒ぎましたもん、私たち。あ、そうなんだ、同世代の子たちで。はい、もうびっくりしたわ。めっちゃニュースになってんだもん。そうだった、でもラウンドスタックとさ、うん、ないよね。多分ないと思う。一緒にゴルフするのは初めて。はい、そうです。なんかね、会ってはいたけど同じ組にもなんなかった。そう、試合でもなんないし、何度も行く機会もなく、で最近でご飯行こうみたいな話してて、で忙しいから、うん、全然予定合わなくて。びっくり。あれ、ね、変な言い方ですけど、山内さんは日本の免許を取る暇すらあったんですか？車運転できるんですか？あ、この間取りました。あ、やっぱり、はい、そんな暇もないですよね。あ、取ったの？もう取った。なんか7月の終わりから通ってて、で期限が9ヶ月なんですけど、はい、2週間ぐらいしか行けなくて、でそこから3ヶ月空いて一気にガーっていって学科とか一気に5時間とか打ってた。でもちゃんと寝てないからさ、ちゃんとね、ちゃんと受けるタイプだから。うるさい。よかった、残ってて。これ寒いね、人で。どうしたらいいの？でも大体いくつですか？187ヤード。はい、バンカーの先？左、ちょっと外れたかな。うん、枝から曲げるつもりだったんですね、今のは。そう、うん、そんなに出てなかったんで、はい、あのバンカーの左ぐらいからドローで行こうと思ったんですけど、うん、ちょっと泥が多分右側にボールがこうあって、
目標はこっちだと、はい、ボールが、あ、泥がこっち側についてたんで、はい、そういう時に左に曲がるんですよ。あ、泥の甘かったんで、泥の計算とかもできるんです、すごい。あ、でも一緒なんで、泥のついてる時の曲がり方。なんでこれからそれ、あの、見てる人で、はい、その時はボールあって右側についてたら左に行くし、左側についてたら右に行くんですよ。それは一緒なので、なんか泥ついてて曲がるんだよなって思う人はそれやってみるといいかもしれないです。計算でき最初からしておいて。やった？バンカーかな、一応バンカーだけど。グリーンでかそうだね。うん、初めてのハマった？ない、うん、ない、初めて、お互い初めてです。今年来ます？ここでやるんですよ、LPG。 あ、そうですね、うん、あと今年の成績次第です。成績次第で、はい、お、頑張ります、出られるように、うんうん。もうエッジくらいですか？はい、エッジくらい。落として距離感全然わかんない。あ、そうか、今日初めて使われてたか、はい、そっか。おー、ナイス。出なしボギーは避けたい。ピンそのままでね、うん、あ、ごめんなさい。マーカーが派手。もらいました。試合でも使ってるんですか？いや、この間もらったばっかりなんで。だいぶ派手。ちょっと大きいから使えないかもしれない。ああ。おお。うまい。うん。スパ、あ、パーですよね。はい、パーです。今年1年どうでした？あっちで。今年は、でも楽しかった、すごい。なんか、まあ最初はもちろん不安も多少はあったけど、でも、なんだろう、まあ、普通に1年間を振り返ったら、すごい楽しかったっていう印象の方が強いかな。まあ、成績はちょっと悔しかったけど、でも、すごい向こうの選手たち、みんな優しくて、まあ、アメリカっていう国だから上下関係もないし、でなんかみんなフレンドリーで、なんかそう、今週どうとか、なんか困ってることあるとか、そういう感じで聞いてくれる選手とかも多くて、なんか1年目でまだ同い年でもう1人、2人だったの、2人しかいなくて、でもすごいなんか可愛がってもらえて、楽しかった。一番仲良くなった選手は誰なんですか？一番仲良くなった選手は、じゃあ1番って言うのやめます。あ、でも、はい、台湾人のミン・リーっていう25かなの人がいて、日本語その人はペラペラなんですけど。そうなんですか。すごい仲良くしてくれて、なんかプラーマンの時も一緒に送ってってくれたりとか、うん、はい、結構助かりました。優しかった。うん、今日TOTOと同じ距離ってことで6600くらいですけど、はい、大体そのくらいの距離で試合するんですか？そうですね、まあ、でも、うん、あの4日間全くお一緒っていうティーはほとんどないので、その日によって例えばここツーオンさせるために、あの白いティーがあるぐらいのところまで前に行ったりもします。球伸びますね、ぐんぐん。でもまあ超えた。あ、でも、ピンに当たった音しなかった。しない。もう一回構えちゃってる、うんうん、私はまだその今までの使ってるんですけど、うん、ちょっと後半それ試します。おカット中からかどっかでどっかのタイミングで。あれのバンカーかな。アメリカの食事どうでした？
ほぼ毎日父が毎日作ってますので朝晩、はい、まあ、朝練習ラウンドの時とかコースでも出るので基本タダなんですよ。アメリカ食事が選手と、まあ、ゲスト1枚あ1名か2名そうゴルフ場の、でもまあ美味しいとこと美味しくないとこはやっぱね西海岸は美味しいです。カリフォルニアロサンゼルスとか、はい、サンディエゴはやっぱ美味しいですね。私は一番サンフランシスコが美味しかった。サンフランシスコって去年食べた中では試合とかあるんですか。サンフランシスコありますよ。 あるんですか、はい、4月に5月か5月は5月うーん寒かったな。5月寒い一番難しく感じたかも、うん、あのコースが、うん、サンフランシスコねそう朝夜が超寒いんだよね。昼間は半袖なのに朝ダウンだもん。超寒かった温度差うん本当直角です。正面のバンカーぐらい狙って。ベスポジですね。はい、見えないですね。うん、新しいクラブ。お。伸びるな。方向は良かった。うん。今は狙った通り、あ、方向は狙った通りだったんですけど、ちょっと飛んじゃった。いや、飛んじゃってないです。大丈夫ですか。はい、ちょっと薄かったんで距離落ちてると思います。もうちょうどフェアウェイ真ん中くらいで多分そのはずです、ね、なんか日本でやる試合と雰囲気って全然違いますか。まあその日本の試合でさせていただいた時は、はい、アマチュアの時だったので、はい、まあ今はプロで仕事としてそのやってますけど、うん、でもなんだろう、まあもちろん女子は日本の方がお客さんの方がもう断然比べ物にならないぐらい多いので、はい、すごい見てて羨ましいなっていう声はあります、はい、今年異常に増えましたもんね。そうですね、あのひなこちゃんの影響でお客さんたくさん多分来てくれていたと思うんで、うん、すごいなと思います、はい、アメリカはやっぱり女子は人気ないので、うん、全然お客さんいなくて、まあ見に来るならあの見やすいので、うん、いいと思いますよ。まあね、好き勝手ね、はい、いけますしね、はい、そうか、逆におすすめ。ちょっと遠いけどギャラリーが違うの。ハワイとか、はい、まあ、ハワイって結構日本人の方も旅行で来るじゃないですか、はい、そういう感じで、で、まあ、応援しに来てくださる方も結構いるので、うん、逆におすすめ、うん、何で右やるんですか今日は新しいクラブだからじゃないですか。クラブのせいにしてはいかがでしょうか。どう行きますか。ギリギリ左狙ってって球どんぐらい上がるか分かんないですよ全く。ナイス乗ったんじゃない。あ、ちょっと外れちゃった。ここです。ナイス。もうピンの横にベタっていくイメージで打ったってことですか。はい、そうです。1回目と結構打ててる感じに見えたので、うん、まあ、クリームもさっきやった感じだと柔らかそうだったので、うん、もうちょっと突っ込みたかったです。まあでも、奥行くと下りのパットが残って難しいと思うので、普通に関しては手前で、うん、上りのパターをパッと。僕これできない。行け行け。
ナイスバーディー。ありがとうございます。イエーイ。私ね、中学生の頃までお菓子番長って言われてたんですよ。お菓子番長じゃなくて、もうなんか常にあるか。まあ、ガムはいつも最近食べてるんですけど、あ、ガムの紹介していいですか？いいっすよ、全然いいですよ。ここ今ロッテのガム？あのロッテさんスポンサーしていただいてて、はい、これはキシリトールのガムなんですけど、今なんかそのロッテさんでそのガムのを噛むことによって発揮されるそのパフォーマンスとかをなんか研究してるらしくて、で前自分のインスタグラムにも載っけたんですけど、自分のガムを作ってもらえることになって、専用ガム、はい、まだ届いてないんですけど、硬いやつとか柔らかいやつとかあって、一番硬いの選んだんですよ、うん、で味選んでっていう感じで楽しみ。専用ガム作ってもらえるんだって。専用ガムってすごくない？すごいね。普段私生活では最近あんま食べてないんだけど、ラウンド中とか試合もそう、今年ちょっと遅いの噛み出して、うん、来年から多分もっとちゃんと噛むんだけど、うん、やっぱ噛んだ方が良くなる。なんかね、でもそういう人たちによると噛むことによって、うん、なんか緊張感とかがほぐれたりとか集中できるようになるらしい、うん、トレーニングする時とかも結構いいらしいよ。へえ。山口さんは英語は覚えたんですか？いや、まだ勉強中です。やりゃなんとかなるもん。うん、でもなんか行って、はい、ありがとう。聞き取りはだいぶできるようになりました。え、行く前にちょっと勉強してってみたいな、それとも全く、うん、あ、やってたよ。英会話ちょっとやってたんだけど、中学生の時から。でもほんまいっぱいは行ってなくて、でも行ってやっぱ1年間いたらね、聞き取りはだいぶできるようになる。じゃあ現地は去年ぐらいまではお父さんが全部やってたんですけど、はい、去年じゃない、一昨年か、高校生の時とかは、はい、アマチュアの試合でアメリカ行った時とか、お父さん結構やってくれてたんですけど、今、うん、去年はレンタカー屋とかホテルとか全部私がやってます。なんかいつもなんか分かんないこと全部基本は聞いてこいっていう、フロントまで行って聞いてくるっていう練習として。はい。あゆちゃん行けるんですか、海外？なんかノーみたいな。全く喋れないですよ、私。やらないと、うん、まあね、もう日本人が少ないからね、喋れる。言うこと決まってますもんね、慣れればね。でもやっぱりもっと会話できるようになったら楽しいなって思います。だって選手ともっと話したいもん。なんか笑ってたりするんじゃん、キャディーさんとか、うん、私もこの会話に入りたいなって思う。でもなんか頑張ってその試合中とかも積極的にその人となんか話しかけて自分のことを覚えてもらうようにとかして。